さすがに正面からは入れないだろう。どうするつもりだ。バルダー東側の山地から侵入する。山頂にバルダーを一望できる場所がある。もしかしてあそこか。前方に構成反応を検知。進むぞ。レイはここのことを知ってるの？ああ、前来た時はバルダーの中からだったけどな。ここからならバルダーを一望できるだろう。ラッキー。特に大きな動きはないようだな。沖合を警戒している軍艦はないし、兵士たちにも攻撃準備をしているような慌ただしさがない。ベルトランドさんの気にしすぎだったってことか。マルキア様の船が帝国の警戒網に引っかかったのは本当なのだろう。だがニルベス方面への船の移動が戦略的に重要視されなかったのだろうな。
帝国にしてみれば、今ニルベスにちょっかい出してそっちと戦争になったら、オーシディアスに対して強く出られなくなりますもんね。だが帝国の警戒が強くなったのは間違いないんだろう。一種の輸送にトラブルがないといいな。マルキア様と王国海軍を信じるしかあるまい。戻ろう。ベルトランド大佐に報告しなければな。あまり寄り道している暇はないな。バルダーの状況を急ぎ報告する必要がある。よし、王都へ急ごうぜ。とりあえず何もなくてよかったな。ああ、急いでベルトランド大佐のところへ戻るぞ。マルキアさん、無事にニルベスに到着できてますよね。マルキアなら大丈夫って思っとくことしかできないな。今は我々にできることをしましょう。まずは王都へ戻りますよ。無事に終えましたね。ニーナさん、報告するまでが偵察任務ですよ。王城で待っているベルトランド大佐のもとへ行きましょう。了解しました、アベラルドさん。さ、まずは城へ行ってベルトランドさんに会わないとな。次の仕入れは、ちょっと量が多いよね。じゃないけど、ミダスおじさんちゃんと協力して仕事できてるかな。エレナとメルティアならミダスの転がし方も心得てるだろう。そっか、だったらミダスおじさんも本気バリバリかもね。ただエレナに無茶して張り合って体壊されても困る。ミダスが体壊さないように後で見に行ってもいいかもな。案外早く戻ってこられたか。城でベルトランドさんを探そう。
ベルトランド大佐はおそらく2階の会議室におられるだろう。用が済んだらベルトランドさんに話して休ませてもらうか。そうか、不幸中の幸いだったな。とはいえ、琴やライタールの民間の船にも出航を控えるよう通達した方が良いでしょう。3人ともよくやってくれました。エレナ殿とミダス様はまだ研究を続けられているようです。レイモンド殿が戻られたら休むようにと伝言をいただいています。どうされますか。マルキア、もう戻ったのか。ずいぶん早いな。元よりニルベス側の運び出し準備は済んでいたからな。夜を徹しての航海だった。だがまだ石は琴の港町にある。私一人急ぎ戻った。どうしたんだ。琴で待っていた少年からミダスが一睡もせずに研究に没頭していると聞いた。時間がないのはわかるが、徹夜する人間に良い研究などできるわけがない。先ほど沈めてきたところだ。ミダスが眠っている間は私が研究を代行する。できるのか。昔取った杵柄というやつだな。それにレビタス石への理解は一日の長があるつもりだ。そうか、頼りにしてるぜ。石の輸送には少年が一人で指揮に当たるらしいが、可能であれば手伝ってやってほしい。何せ人員が足りないからな。任せろ、ニーナも連れて今から琴に向かう。でもうだらしないな。いやだってお前最終的にあの量の石、俺とアベラルドとベルトランドさんの3人で管理員に運び込んだんだぞ。筋肉痛くらいなるだろう。2人は今日もバリバリやってるよ。鍛え方が足りないんじゃない。職業軍人と一緒にすんな。一応俺民間人だぞ。レイみたいな民間人なんて見たことないよ。今日から私も生成の手伝いするんだ。雑用役頑張ってね。せいぜい頑張るよ。恐れていたことが起こりました。騎士団内に帝国の患者を発見しました。どうやって見つけたんだ。バルダー撤退戦の際の傷病兵やクーデターの実行部隊から戦況分析の聞き取り調査をする最中に見つけ出せました。幸いフーガの情報に接した者はいないようです。テオの親父やネアンが引き込んでたんだな。なあテオとテオの親父今どこにいるんだ。地下牢に幽閉しています。今日からフーガの本格的な調整に入るらしいが、それでも予定数に達するかわからん。あいつらから帝国の直近の内情を聞きたい。なるほど、承知しました。面会できるよう話は通しておきます。
地下牢にいるあの二人とは面会できるよう手配します。1階の北西側に地下牢の門番がいるらしいな。行ってみるか。地下牢へは王城の北西側から行けるんだったな。テオとロンベルトの話を聞きに行こうじゃないか。さてと、テオたちは奥か？気を抜くなよ。はぁ、巻いたか。前方に構成反応を検知。よー、レイ。何しに来たんだ？レティシアの結婚式の話、聞いてるか？なんだって？レティシアと帝国の皇太子、ゲラルトが結婚するんだよ。レティが、あの話を受けたのか？逆転の一手のための時間稼ぎにな。親父さんと違って、レティシアは何も諦めちゃいないからな。どんな策を弄したところで、あのビープスの脅威に対抗できるはずがない。愚かなことを。あんたにも聞きたいことがある。あんたとテオは帝国でいろいろ見たんだろ。ベランジェ、ガストン、ロラの3人以外に似たようなやつはいたか？見てはいない。やつらの星の船はやつら3人だけのものだ。優に軍艦3、4隻分はあった。なんだ、そんなもんか。そんなものかだと？それほど巨大なものが空に浮き、光の砲弾を無数に発射するというのだぞ。実際に奴らが持っていたほんの小さな銃が容易に岩を砕き鉄を貫くのをわしは見たのだ。あれを見ればとても帝国に抗おうなどと。見たことあるから言ってんだよ。何？参考になった。また聞きたいことができたら話聞かせてくれ。こりゃ多少のハッタリも必要か。ベルトランドさんに相談だな。テストなしで飛ばすだと？ふざけるな！機密保持のためだ。それにレティシア王女やクロエのことを考えると、ただでさえ厳しい期日がさらに絞られている。敵の兵力を考えると、数を揃えることを最優先にしなければならんのだろう。大丈夫です。私のシミュレーションデータがあればテストの必要はありません。俺が作ったフーガだ。俺が実地でテストしないでどうする？それでしたら映像で解説いたします。ファーストロットでも安定した出力を出せることをお約束します。たとえ悪天候でも。机上の空論だ。実際に飛ばすことは絶対条件だ。何でもいいから、今は手を動かしてください。今日だけであと20機やんなきゃなんですよ。飛ばすものもなしにテストもクソもありますか！
あんたが作ってエレナが保証するなら何も問題は起きないさ。あんたの理論もエレナのシミュレーションも完璧だ。そうだろ？仕方ない。だが機会があればテストはするからな。ミダスの扱いがうまいじゃないか。嬉しかないな。ロンベルト公爵を結婚式に出席させるですって？声がでかいって。なかなか無茶を言うが、どういうつもりだ？向こうはネアンやベランジェも出してきます。だったらこのハッタリは二重に効くはずです。一つはこっちの総兵力を誤解させられます。なんだかんだ公爵は王国軍の要でした。クーデターに加担したはずの公爵が国の一大行事に出ていれば、王国軍は意外と崩れていないと印象付けられます。そしてもう一つは、クーデターの首謀者に頼る程度の切り札しかないと侮らせることができるということだな。その通りです。相手がこちらを侮れば侮るほどフーガの効果は高まります。開発の見通しはどうなのだ？楽観はできません。だからこそ使えるものは何でも使わなければなりません。ベルトランド。承知いたしました。これまでですね。待ってください。あと少し、あと少しなんです。騎士団と陛下はすでにバルダーに移動していますし、式まで半日もありません。もし今フーガが完成しても地上軍との戦略的な連携は不可能です。仕方ないな。レイモンドさんまで。エレナさんたちはまだ諦めていません。機体のテストもできなきゃ技術士たちの練度も足りてない。作戦に組み込むのは危険すぎる。もともと間に合う日数ではなかったのです。フーガがなくともやることは変わりません。我々は婚礼の儀を破壊し、姫を奪還し、バルダーで帝国と本格的に事を構える。フーガは帝国との決戦用にじっくり数を揃えましょう。いずれにせよ姫の奪還が作戦の絶対条件となります。私とレイモンドとテオの3人で先行し、大聖堂近辺に潜伏します。姫の周辺の警備が最も薄くなる瞬間、我々3人が姫を囲み、内部のベルトランド隊と連携して式場から連れ出します。俺の提案だ。綱渡りすぎる作戦だが、こうなったら少しでも帝国の現場を知ってるやつが欲しい。国王陛下とベルトランドさんも知ってることだ。陛下が了承されたのであれば。ミダスたちにはよろしく言っといてくれ。悪いな。わかりました。皆さんどうかご無事で。我々はバルダー東の丘を目指し、そこから城塞内に侵入します。行くぞ二人とも。早くテストしなきゃいけないのに資料が見つからない。あと一日でも時間があれば、この国の理術師たちがフーガを使いこなせるか、そこは理術師の練度に期待するしかありませんね。まだミダスは諦めておらん。ならば私も諦めることはない。話しかけるな。あと少し、あと少しなんだ。そうだね。いつか空を飛んで世界中を見て回りたい。大掃除だ。そこはやっておくから。次に。
前方に構成反応を検知。入らせるな。冷静なあの子が消えた。エネルギー撃破。質量が低い。冷静なあの子が消えた。構成反応なし。そこだな。今も変わらないんだな。ああ、丘の上まで上がるぞ。よし、この先も大丈夫そうだ。明るくなる前に潜り込もう。テオ、言っておくが。分かってる。お前たちの判断で処刑されるなら俺も本望だ。だが、この場所に誓う。俺はもう二度とレティと友を裏切らない。その言葉信じるぞ。おいおい、逆に不安になる。そんな簡単に俺を信じるなよ。いや、信じる。それにこの場所に誓って裏切るようなら、今度こそ遠慮なくお前を殴り飛ばせる。そうだろ？違いない。さっきの言葉レティにも伝えろ。ああ、約束する。バルダーへ向かうぞ。ラッキー。
ここからどうするんだ。人は多いから紛れられそうだが、警備も厳重だぞ。こういう時こそこいつの出番だ。とりあえず大聖堂の周辺でも見に行くか。ああ、どっか入れそうなところを探すぞ。そっちは兵が多い。近づかない方がいいぞ。目立つ動きをするとすぐに怪しまれるぞ。こういう時はむしろ堂々としていた方がいい。そうだな、悪い。ここだ。待ってろ、上から入って開けてくる。デュマ、行くぞ。あの屋根の上までだ。我々も入れそうな場所を探すぞ。ああ、レイ、後でな。ラッキー。はっ、窓がちょうど開いているな。デュマで侵入できそうだ。もしかして間に合ったのか。接続確認。こちらは惑星ベグアルド所属艦イーダス艦長レイモンド・ローレンスさんのデバイスですね。ベグアルドのコードじゃないな。所属は？失礼いたしました。私は銀河連邦所属艦アストリアの副長マリエル・エ・アストリアだと。一体どの面下げて。事情を説明させてください。我々はイーダスの皆さんを救助に。何が救助だ。こっちにはイーダスの撃沈とお前らの仲間の未開惑星保護条約違反の証拠が山とある。俺がこの星を出たらただで済むと思うな。未開惑星保護条約違反。待ってください、一体どういうことです。俺の船を落とした奴に助けられるつもりはない。東方はすでにベグアルド本星に救助を要請し受諾されている。とっとと帰れ、オーバー。ちょっと待って、このクソ忙しい時に。たく、早くアベラルドたちと合流しないとな。階段があるな、降りてみるか。ラッキー。対象を発見。よし、誰もいないな。あれは南東の一番端の扉。あそこなら目立たないだろう。
こっちだ。入ってこい。大丈夫なんだろうな。ああ、問題ない。何かあったのか？ちょっとな。何でもない。都合よく隠れられそうなところがある。行くぞ。ああ。2階に上がって隠れられそうな場所を探すぞ。あの奥なら見つからないんじゃないか。ああ、聖堂内の様子もよく見えそうだな。ガキの頃よくこういうとこに隠れて一夜を明かしたな。おい、レイモンド。なんだよ。お前には大きな負担を強いている。無理はするな。必要な時は我々を頼れ。ああ、その時は頼む。親父が参列してるのがよっぽど意外みたいだ。今はネアンなどいい、姫の姿が見えんな。一応主役だ。そう簡単に姿は見せないだろう。この良き日、ここに集う皆と共に歴史の目撃者となれることを嬉しく思う。この星を大きく二分した我らバイル帝国、オーシリアス王国は過去を乗り越え一つになる。なんだあれは。スコピアム。何？ゲラルト・イル・バイル、レティシア・オーシリアス。今この時よりそなたらは新たな歴史の体現者としてこの星の頂点に君臨する。進みでよ。レイモンド、連絡はないんだな。ああ、タイムリミットだ。強引にさらう作戦に切り替える。行くぞ。エレナ、外へ。体感の時である。ほんの少しだけあなたと結婚するのも悪くはないかと思っていたのですけどね。自分の結婚式を
誰かの好きにさせてしまうような方は愛せません。持ってきてあるぜ。ありがとうございます。仲間たちが戦っている。行きましょう。いい度胸。なんで戻ってきた。昔からテオニーが行くところは面白いものがあるって相場が決まってるもの。皇帝は取り逃がした。さすがに多勢に無勢だ。ゲラルト殿下は羨ましいよ。あなたには命を懸けてあなたを守ろうとする仲間がそんなにもいるんだな。私には誰もいない。こんな情けない男は確かに君に愛される資格などありはしないな。寂しいことをおっしゃらないでくださいよ。皇帝陛下はすでに非難されました。殿下も早く放っておいてくれ。私はもういじけないでくださいよ。いい年して。ロラ、あとは頼みました。分かったわ。でもテートに戻ったらあれについて話を聞かせてもらうわ。はいはい。あいつら揉めてるのか。見苦しいところを見せちゃいましたね。この星の文明レベルでこのような奇策を完成させたことは称えよう。だが皇帝陛下のご命令であるレティシア王女の身柄は必ずもらい受ける。それはもはや叶いません。ここからがどちらかが滅びるまで続く本当の戦いです。ならばこちらも容赦はしません。死んでさえいなければどうとでもなるのですから。警告、エネルギー残量です。まだまだいけますよね。これでトレイヤーボイド。すごいな。こっちだ。習得物です。どう。構成班の先に進みます。活動停止。ここまで。何ですか。無念だ。お父様。バカ野郎、なんで降りてきた。すでに体勢は消した。帝国軍は敗走を始めている。沖合の軍艦も風河隊の空襲でほとんどが撤退した。我らの勝利だ。ミダス、そなたと風河に戦いを強いたことすまなかった。もう良いのではないか。話は
帰ってからだ。ああ、ゆっくりと語り合おうぞ。その者らがビープスか。アベラルド、テオ、捕らえよ。聞かねばならぬことが多くありそうだ。まだだ。銀河連邦所属、マリエル・エル・ケニー中尉です。惑星ビープス宇宙軍将校2名、未開惑星保護条約違反で拘束します。その声、味方なのか。あいつは俺たちの船を落としたアストリアの乗組員だ。何？ビープスの連中を始末して証拠を隠そうって魂胆か。違います。我々はレイモンドさん、後ろ。ネイアン、もう体勢は決した。投降せよ。冗談をおっしゃらないでくださいよ、陛下。まだ何も終わっちゃいない。バルダーはお返ししましょう。こんな城塞一つ大した意味はない。まだ状況はひっくり返せる。テオ、貴様があの時裏切りさえしなければ、貴様ら親子には帝国の下で繁栄する権利が与えられていたんだぞ。そんなことになるならあの時死んだ方がマシだったさ。なら今死ぬ。最初からこうすればよかったのだ。ネアン、引きますよ。くそ、待ち上がれ。お父様、お父様。バイタルが急激に低下、医療ポットでなければこれは。お父様、目を開けてください。お父様。俺は国を裏切ったことを償えてないんだぞ。帰って話すって言ったばかりだろうが。おい、すまん、みんな、すまん。医療班に連絡を取れ。え、お前の乗ってきた船がこの様子を見ているはずだ。あの男を医療ポットに収容しろ。そんなの明確な未開惑星保護。連邦の科学力が未開惑星の王を殺そうとしているんだぞ。うちのアンドロイドはこの状況を全て記録している。ここで見殺しにしてみろ。どれだけかかっても銀河連邦をガタガタにしてやる。わかりました。マリエルより秋月、応答を。休館を一人、医療ポットに収容してください。私のすぐ近くに倒れているご老人です。お父様！安心しろ、レティシア。陛下はきっと助かる。本当ですか？ああ。みんな陛下を助けてくれる恩人を紹介するぜ。銀河連邦きっての名家の一員で、未開惑星保護条約違反の常連、ケニー一族のマリエル中尉だ。いろいろ聞きたいことがある。丁重に扱ってくれよ。
わかりました。転送してください。お父様。レティシア。よかった、よかった。本当にもう大丈夫なんですか？大丈夫ですよ。もう心配はいりません。ああ、自分の体のことだ。よくわかる。まるで全身が現れたように気分が良い。ロンベルト、わしも見たぞ。星の世界の一端を。ああ。もしあれが敵であったとすれば、わしはお前よりもずっと早く臆病風に吹かれておっただろう。兄上、あの不思議な装置の中でわしを救うことはそなたらの世界の法に反するとそなたの部下から聞いた。先に帰国の法を犯したのは我々銀河連邦の軍人です。あの場所、星の世界を飛ぶ船であるとか。ぜひ一度あの船の中を見てみたいものだ。どうかご容赦を、陛下。今はお休みください。ああ、レティシア、ベルトランド、後のことは少し任せる。少し休む。は。お父様、でも親父が心配なら俺がついていよう。ミダス様、積もる話もある。それに今後の話もな。はい、よろしくお願いいたします。うん。それじゃあこっちも積もる話といこうか。はい、それでは一度私の船に転送収容を。ベルトランドさん、どっかじっくり話せるとこ貸してくれないか。ですがそれではこの星の方に事情を聞かれることに。ケニー一族が今さら細かい条約違反でガタガタ言うな。お前は俺たちに何か言える立場じゃないってことを忘れたか。わかりました。マリエルより秋月、少しレイモンドさんや現地の方と話します。ええ、分かってます。ですがどうかそのまま。お待たせしました。行きましょう。会議室へ参りましょう。はい、お願いします。さすがに国王を相手に取っ組み合いにはならないだろうが、一応私が見張っておこう。一応ね。俺がついててやる。話があるならとっとと済ませてこい。何を言っているのだと思うかもしれないが、兄上を救ってくれたこと本当に感謝している。レイ、感謝する。陛下のことも、レティのことも、それにこれまでのことも。陛下のお姿が消えた時は何事かと思ったが、ご無事な姿で戻られてよかった。俺がついててやる。話がある。
世話になった。今わしがここにいるのはそなたらのおかげだ。実はアストリアの艦長であるベネットがなぜイーダスを撃ったのか、私も理由を知らないのです。お前ふざけてんのか。ケニー中尉、先ほどレイモンド艦長が申し上げた通り、私はこの星の情勢や中尉とこれからする会話を全て記録しています。そのつもりでお話しいただけなければ冷静な話し合いにはならないと警告しておきます。もちろん分かっています。あなたはもしかしてアンドロイドですか？はい、アーノルドロボティクス E014297 です。エレナだ。ベグハルドのアーノルドロボティクス製アンドロイドは非常に優秀と聞いています。エレナさん、私がこれからお話しすることは誓って真実です。私が皆さんを助けに来たということも。信じられるか。レイ、ケニー中尉、イーダスが落ちる直前、アストリアからの第三者が不自然に遅れた瞬間がありました。あれはどういうことだったのです？実は艦長、ベグアルド船籍の輸送艦イーダスにあと3分で接触可能になります。ご苦労。クローキングデバイスを起動。起動完了から60秒後にワープアウトし、攻撃準備に移る。待ってください、艦長。ワープ航行中で、かつ緊急時以外のクローキングデバイスは他艦の航行の安全のために禁じられています。今がその緊急事態だと言っているのだが、エリート士官は一から根拠となる法の解釈をしないと加盟に従えないのかね。いえ、そうであっても惑星ベグアルドの船に予告なく攻撃を加える理由がありません。敵対勢力の船であっても無予告攻撃は連邦法32条で。クローキングデバイス起動完了、ワープアウト。ちょっとケニー注意、艦長命令の副将が聞こえないが。ワープアウト後、攻撃準備。攻撃。通常空間に移行。イーダスまで距離100万キロメートル。現在、推力4分の1です。距離50万キロメートルでクローキングデバイスを解除。フェイズキャノンを準備。距離35万キロメートルで第一次攻撃。フェイズキャノン、撃沈するおつもりですか？ケニー注意、命令の副将が聞こえない。副将はただの確認じゃない。命令が誤っている時に作戦行動を正すためにもあるんです。困ったな。ケニー注意は惑星ベグアルドがどのような勢力か知らないようだ。反銀河連邦勢力としての活動のことをおっしゃっているのですか？それこそこちらから予告のない先制攻撃をすれば相手を利することにしかなりません。敵艦距離35万キロメートル圏内に入りました。ケニー中尉の射撃管制権限を剥奪、移行する。第一射撃て。第一射発射。バカな。敵艦のシールド効率 60% を割りました。陽子魚雷準備。ロックオン完了し次第順次発射。敵艦機関部に当てないよう慎重にな。用があるのはあれに積まれた貨物だ。生かして捕らえたい。ロックオン完了。陽子魚雷発射します。
敵艦シールド効率 20% に低下ですが、ワープドライブは生きていますね。このままでは逃走されるかもしれません。フェイズキャノン充填急げ。逃げられるくらいなら落としてしまった方が良い。艦長、これは犯罪行為です。副長権限において艦長の罷免を要求します。結構。では君の大好きな連邦放棄では艦長の罷免には上級士官3名の同意が必要だったと記憶しているが、ケニー中尉の要求に賛成の者は。そんな命令違反並びに反逆行為でケニー中尉の艦内権限を剥奪。冷蔵で頭を冷やしてきたまえ。みんな目を覚まして。こんなのおかしい。一体どうしちゃったの。あの時第三者が遅れたのはそういうことだったのですね。それならば我々はケニー中尉には感謝しなければならないのでは。今の話が本当ならな。それでそのベネットが狙っていた貨物ってのは。リュマのことでしょうね。それがビープスの3人もリュマちゃんに妙にこだわっていました。ビープスもその連邦なんですよね。お前は一体何なんだよ。でもそれならどうしてマリエルさんはここにいるんです。エーソー入りしたんじゃないんですか。祈祷後はすぐに解放されました。艦長はあなた方を攻撃するのに私が邪魔なだけだったんでしょう。なのでその宇宙基地から艦艇を一隻拝借して脱出しました。え？イーダスのブラックボックスを回収できればと思ったんです。それがあればベネット艦長の不正を告発できますから。艦艇を拝借と簡単におっしゃいますが、航行計画にない発着艦を連邦の基地が見過ごすとは思えません。罪の重さも命令違反の比じゃないですよ。どうしてそこまでして。幼い頃から祖母に手ほどきを受けていたので連邦の主だったシステムには大体侵入できるんです。拝借の事実はしばらくはバレないはずです。それに祖父がメッセージをくれたのです。お前の正義を信じる、そしてお前は信じる正義のために行動できる人間だと信じている。あとイーダスの艦長に謝ってこいと。エマーソン・ティー・ケニー、大した英雄だな。孫に航宙艦を盗ませるとは。それで私と同じくベネット艦長とアストリアの行いに疑問を持ったアストリアのクルーが同行してくれました。高速輸送艦秋月は現在この星の衛星軌道上から私の状況をモニターしています。あなたの船の仲間が今この状況を見えないところから見聞きしていると。あ、はい。そのご不快でしょうが私の安全のためにやむを得ず。お父様を治療していただいてありがとうございます。王国を代表してお礼を申し上げます。あの、そういうことではないのですか。そういうことなのですが、ちょっと意外で。大切な人の命を助けてくれた方にお礼をすることがそんなに意外ですか。ねえクロエ、マリエルさんは嘘を言っていると思う。いいえ、レティシア様、嘘はないと思います。レイ、あなたが船のことで怒っているのは分かります。
でもケニー中尉が正義をなそうとしていることも本当だと思います。アストリアの暴挙を止められなかったことは私を含むアストリアの乗組員全員の罪です。しかるべき賠償を行い、違反者の処分は必ず下し、真実を明らかにいたします。レイモンドさん。わかったよ。あんたがその件で連邦法廷に訴え出るってんなら、証人として出廷してやってもいい。ありがとうございます。ベネットがデュマを狙っているのはわかった。あんたがその理由を知らないこともな。だったらあのビープスの連中は一体何なんだ。それについてはよくわかりませんが、私が会ったあの二人はベネット艦長がイーダスと並んで探している相手でした。彼らは連邦所属惑星ビープス宇宙軍の脱走兵だということです。脱走兵だから帝国に他のビープス人がいなかったわけですね。ベネット艦長の話なのでどこまで本当かは分かりませんが、彼らが今この星で無法を行っていることだけは間違いありません。未開惑星保護条約違反だな。その通りです。ぶしつけは承知の上です。彼らの逮捕に協力していただけませんか。転送収容しちまえばいいだけなんじゃないか。転送マーカーもコミュニケーターもなしには不可能です。ご存知でしょう。それでしたらこの場にいる人間の利害は全て一致していますね。ああ、帝国に乗り込んでビープスの奴らを生け捕りにしてこの戦争を終わらせる。宇宙でもこの星でも鍵を握ってるのはあの3人だ。秋月の装備を使うわけにはいきませんが、私個人として協力できることはさせていただきます。どうしたんだ。いえ、マリエルさんが言うこともわかるんですけど、だとするとちょっと気になることがあるんです。ビープスの人たちは帝国にきちんと忠誠を誓っているように見えたんです。え？だからってやることは変わらないとは思いますけど、少しだけ気にしていてください。あなたの勘は当たる。十分注意するわ。はい。ではこの先のことをミダス様たちと相談しなければなりませんね。一度お父様のところに戻りましょう。陛下の私室へ向かいましょう。ええ、ミダス様たちもいらっしゃるでしょう。悪いがお断りだ。どうしてもか。どうした。少しだけ待ってもらえませんか。封が完成のために走り回ったのはレティシアで、下ごしらえをしたのはメルティア、道中を助けたのはレイモンドたちで、石を用意したのはマルキアだ。俺はうまいとこだけさらっただけで、褒められるようなことはしていない。だがお前がいなければ完成はしなかった。かつてアベラルドを救ったお前を守れなかった詫びもしなければならん。一国の王がそんな昔のことをグダグダと。あの時は仕方なかったくらい言え。神経が細いからロンベルトにいいようにされるんだ。ミダス。
まだ戦争が終わったわけじゃないし、真実はどうあれ、この14年、この国が進んだ道は、あの時の決断の後にある。そんなところに、フーガの論功行賞で俺に席を与えてみろ。新たな火種が生まれるぞ。ミダス。フーガが兵器ではないってことを、あんたは分かってくれていた。それで十分だ。だがそうだな。どうしても俺に何かを報いたいってんなら、何もかも終わったら、フーガを一気よこせ。それだけでいい。いや、二気だな。なんでだ。長く生きていれば、別々に空を飛びたい瞬間が来るやもしれんからな。いや、一気だ。一気でいい。そうか、わかった。何笑ってやがる。いや、何、あのミダスのそんな顔を見る日が来るとは思わなくてな。同感だ。言ってろ。もう心配ないんじゃないか。ですね。お父様、ミダス様、今後のことでお話があります。少しよろしいですか。あんた本当に俺たちと一緒に来るのか。白兵戦なんてやったことないだろ。見くびらないでください。祖父からは射撃を、祖母からは近接戦闘をずっと学んできました。未開惑星の戦争くらいでおじけづいたりしません。それとあんたっていうのやめてください。私は。わかった、マリエル。戦争なんかに加担したら、それこそ未開惑星保護条約違反じゃないのか。最低限の線は引いています。私や連邦の行動がこの星の歴史に関与する度合いを減らす努力をしているから、私は最低限の装備で、しかも単独でここにいるんです。まあね、いろいろありましたけど、これからは一緒に戦うんですから、あんまりギスギスしないようにしましょう。俺は覚悟を聞いただけさ。ケニー一族が本気で条約違反くらいでおじけづくとは思っちゃいない。航宙艦一隻盗み出す強胆さを疑いはしないさ。覚悟をお疑いなら行動で示します。私はイーダスの皆さんに何かを言える立場じゃないですから。レイ、ちょっと大人げないんじゃない。あいつが連邦の名前を見せびらかしてる以上、妥当だと思うがな。いずれにせよ、この星での戦いもあとわずかです。後悔のないようにしましょうね。決戦か。みんなは何してんのかな。何やってんだ。別に何もやっちゃいないさ。ただ泣いても笑っても明日で終わりだから、しんみりしてたんだよ。終わりじゃない。今の状況が終わるだけで、やらなければならないことは山ほどある。今のレティとアビーなら大丈夫さ。国内も一枚岩になってるし、どんな困難もお前たちなら乗り越えられる。だといいんだがな。レイモンド、
お前たちはこの戦いが終わったら故郷の星とやらに帰るんだろう。そういうことになるだろうな。レティたちのためと思って長居してもらうわけにはいかないか。バカを言うなテオ。レイモンドたちにはレイモンドたちの事情がある。我々のやるべきことはレイモンドたちが何の心配もなく故郷に帰れるよう情勢を整えることだけだ。そっか、そうだな。それがレイモンドたちに頼り切った我々の最後の矜持だ。すまないが明日まではお前たちの力を頼りにさせてもらう。うん、任せろ。互いを信頼し合い一枚岩となり戦う。最初からこうすればよかったんだ。さあもう休め。明日に疲れを残すんじゃないぞ。風が隊と陸軍は日が昇る前に展開する。レティシア様のことをどうか頼みます。明日全ての決着がつくのか。レイモンドよ、気をつけて参れ。Lucky!大気で瞬く星ってちょっと新鮮だよな。まあそうですね。普段はスクリーン越しに宙域情報としてしか処理していない星が地面に足をつけて見上げるとこんなに綺麗。俺も随分星空なんて眺めてなかった。そういう意味では落とされたことを感謝してもいいかもな。皮肉ですか。さっきは言い過ぎた。悪かったよ。マリエルがベネットを止めてくれたから俺もクロエもエレナも無事に脱出できて気の合う連中と巡り合うことができた。この星での旅は結構楽しかったんだぜ。祖父もよくそう言っていました。祖母は表立っては賛成しませんでしたけど。でもまさか私までこんなことになるなんて。
ケニー一族の宿命だな。結構敵も多いんですよ。結果オーライなだけの不良軍人一族って、子供の頃からどれだけいじめられてきたか。英雄が生まれる土壌ってのもそんなものなのかもな。私は英雄になんてなりたくないんです。ただ忠実に職務を遂行して、なすべき正義をなしていきたいだけです。英雄の資質は十分みたいだな。やっぱり皮肉なんでしょう。もう私は私の中の正義を曲げたくないんです。そのために明日は戦います。どうだった、フーガの乗り心地は。いきなりなんだよ。まあ悪くなかったぜ。俺たちの世界のエアバイクと比べても遜色ない。お前はどっか素直じゃねえんだよ。褒めるなら含みを持たせんな。じゃあこう言えばいいか。あんたがいればこの星の人たちが宇宙に出る日はそう遠くない。俺との約束を破る気か。善処するとしか言わなかったろ。それにあんたは今フーガの乗り心地を改善して、宇宙よりも平和の空を誰かさんと一緒に飛ぶ必要があるんじゃないのか。気を使われてしまっているな。たくどいつもこいつも。俺はやるべきことをやった。国王も同じだ。今日に続くこの14年のすべては単にその結果でしかない。私はこの空だけではなく、空の彼方を飛び回ることにも興味がある。いつかお主たちに追いつこう。隊の準備は万全だと今度こそ胸を張れます。明日はその力存分にご覧に入れましょう。準備。敵の本拠地に乗り込むんだから、どれだけ怪我するかわからないでしょ。薬はいくらあってもいいし、向こうが毒を使うんならせめて知ってる毒には対処できるだけの準備をしたいの。根を詰めすぎると体に毒だぞ。それも今日が最後になるんでしょ。備えすぎたら備えすぎたって笑えばいい。気を抜いて備えを怠って、そのせいで誰かが傷つくのは絶対嫌だもん。そうか、そうだよな。そうだよ。レイだって健康な体で星の世界に帰りたいでしょ。ニーナ、だからね、もう少しだけ頑張らせて。もう少ししたらきちんと寝るから。ああ、わかった。明日はよろしくな。もう少し大きなカバンが必要かな。でもそれだと重くて動きが鈍るし。
レティシアは王女に。ことを話してたの。大変だったんだろう。どうだったんだ、向こうの国や皇太子ってのは。うん、ビープスの3人以外はほとんどオーシディアスと変わらない。普通の人たちが普通に暮らしてた。どんな星でもそんなものです。国や星といった大きな枠で捉えると見失いがちですが、そこに生きている人たちはその世界の普通を生きている人たちばかりです。ちょっとだけ考えちゃいました。ベグアルドは反連邦の姿勢をとっていて、私たちはアストリアに落とされちゃったけど、なんか私何も知らないんだなって。クロエが思い詰めることじゃない。オーシディアスに加担すると決めた責任は俺にある。理由はレティシアやアベラルドと最初に友達になったから。他に大きな理由はないんだ。そうですね。もし我々が落ちたのが帝国領内だったら、全く違った結果が生まれていたかもしれません。そう思うと連邦の未開惑星保護条約の意味も分かっちゃうから複雑なんですよ。俺たちは神様じゃない。絶対的に正しいことを選び続けることなんかできない。だが困ってるダチを見捨てるのは間違ってる。そうだろ。論理的整合性は全く取れていませんが。これで取れてると自分を納得させんのが人間なんだよ。困ってるダチを見捨てるのは間違ってる。レイらしい結論ですね。自分の守りたいものを守るためには戦わなきゃいけないってことだね。レイ。よう。いよいよ終わりが見えてきたわ。ああ。ねえレイ、あなたの星はどんなところなの？普通の星さ。あなたたちの普通がわからないわ。
通だよ。そうとしか言えない。なあレティシア、オーシディアス王国ってどんなところだ？美しくて広くて普通の国。人間普通に生きるのが一番なんだ。ああレイは意地悪ね。顧客の求めを常に先読みしてこその商売人だ。だから明日やるべきことを一番に考えてるんだ。明日は勝ちましょう。ああそろそろ休まないとな。今日は早く休んでくださいね。明日が本番ですから。